いという総踊りとなります。踊れる方ぜひ、ちょっと恥ずかしいと思いますが、ぜひぜひ一緒に楽しみたいと思いますので、踊れる方ぜひご参加ください。ぜひご参加ください。それでは参ります。構え、やこいやつらはぶっさらちまえ、男衆女衆若い衆もここに集まりゃみな踊れ。
素晴らしい天気で、もう今日はそれでキッチンカーもいっぱいありましてですね、非常にいい、ね、マルシェイベントとなっております。私たちはですね、隣、富士市からやってまいりました。今日は3チームで、この30分間盛り上げたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。お願いします。さあ最初ね、おだっくい祭りというね、小田原のね、小田原のお祭りのね、総取り披露させていただきましたけども、静岡市ね、なんか突っ込んでるそこさ、はい、すいません、そういうことで、ね、静岡市の総取り披露しましたけども、次はですね、フラフショーを披露させていただきます。富士市から参加のチームのね、フラフ、どうぞ見ていただきたいと思います。それでは参りましょう。Do you want to see?
でした。さあ、じゃあフラッシュの皆さんね、速やかに撤収してください。ありがとうございます。さあ、じゃあ続きましてはですね、富士宮市から参加龍神課の皆さんです。お願いいたします。皆様こんにちは、富士宮の龍神課です。龍神課はちょっとコロナでまだ参加が少なくて、今日のメンバーは5人ですが、龍神課はですね、オリジナル曲を作りまして、恋バナという曲です。遥か前世、昔の恋物語、切ない恋の儚さと戦の中、気丈に舞う姿を踊り子を通してご覧いただき、生で歌う煽りで皆様にお楽しみいただきたいと思います。それでは皆様、よろしくお願いいたします。恋バナ、生まれ変わりてまた。探せ、甘えほどほど花
様に礼、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、続きましては桜琴の皆さんです。お願いします。さあ、桜琴さんもね、富士市のノーディックというところで、活動しておりますけども、今日は鳴子花という高知の、総踊りとか、こちらを披露させていただきます。さあ、だらだら入らない、だらだら入らない、すぐ行きましょう。今すぐ入りますよ。さあ、それでは参ります。踊りご集はい。
ありがとうございました。ナルコボーナー披露させていただきました。今ね、3チーム合同でやらせていただきました。何せね、このコロナの影響もありますけども、だんだんよさこいをやるメンバーの、ね、数が減ってきておりましてね、なかなか1チームだけですと迫力ラゴがお届けできないということでね、今日は、3チームですけども、3チーム共同の上、披露させていただいております。さあ次は、チーム M では最後になります。何チームでしたっけ。ラストは騎士道が踊らせていただきます。はい、じゃあ岸本さんよろしくお願いします。さあ騎士道はですね、富士市岩松北地区を中心に、もう結成、30年ぐらいでしたっけ。そんな言ってないですね、はい、だいたい10年ぐらいですか。そんな感じで、やっております。まあ、下はね、お姉ちゃん何歳だっけ。4歳から、上は言いません。はい、そういうことでよろしくお願いいたします。さあそれでは参りましょうか。参りましょう。騎士道踊り越し構え。
今日はね、4歳の名前なんだっけ4歳の名前なんだっけ、名前わかりませんけども、今日は絶好調でしたね。素晴らしい。いつもね、やっぱちょっと恥ずかしくて泣いちゃったりとかするんで、今日は素晴らしかったです。終始笑顔で踊ってました。さあ、いよいよこの、我々の午前の分最後となりました。最後は、ヤンデ富士という総踊りで踊る、お別れしたいと思います。どうぞご存知の方いらっしゃいましたらね、一緒に、入って踊っていただければと思います。さあさあ、にぎやかに最後終わって、また午後の部に引き続き、お邪魔しますけども、よろしくお願いしたいと思います。それでは参りましょう。ヤンデ富士踊り子構え。Thank you.
愛知のレイ、ありがとうございました。またご飯会いましょう。ありがとうございます。